そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。まだたくさんありますから。本当にありがとうございます。あのまま私死んじゃうんじゃないかって。お話も食べ終わってからで。ごちそうさまでした。美味しかったです。本当にありがとうございました。あのお姉さんは何をやってる人なんですか？こら、いきなり失礼よ。全然いいですよ。あのね、私は錬金術師で、いろんな人に錬金術を教えるために旅をしているの。錬金術？って言っても、わからないよね。そうだ、釜とかってありますか？できるだけ大きいやつ。釜ですか？確か、使わなくなったのが物置に。それ貸してください。ご飯のお礼に何か作ります。その方がわかりやすいし。ほう。よっと。これでいいですか？はい、バッチリです。それじゃあちょっとお借りしますね。あと、終わるまで一人にしてもらっていいですか？知らない人に見られてると緊張しちゃって。まあいいですけど、向こうに行ってましょう、トトリちゃん。うん。大丈夫よね。怪しい人には見えなかったし、あんな釜で何をするのか知らないけど。さて、それじゃあ終わるまでどこかで。あら、トトリちゃん？いない。どこ行っちゃったのかしら。久しぶり。こうやって釜かき混ぜるの。かき混ぜてるだけですか？そう見えるかもしれないけど、ちょっと違うんだ。これは調合って言って。なんでいるの？ごめんなさい。楽しそうだったから。確かに楽しいんだけど、今ね、ちょっと難しいところで、だから。私もやってみたいです。手伝っちゃダメですか？ダメじゃないんだけど、あ、すごい！なんか光ってる！おい、光って。うわぁ！ダメ！近づいちゃダメ！でもすごく綺麗。確かにすごかったわね。別の意味で。そうだね、すごかったよね、あれは。おかげで家を建て直すことになって、ついでにってこんなアトリエまで作っちゃって、おかげでアトリエのお掃除っていう家事が増えたのよね。掃除は先生じゃなくて私が悪いからで。だから、そのつまり先生はすごくないかもだけど、錬金術はすごいの。そんなムキにならないで。別に悪く思ってるわけじゃないから。ただ錬金術っていうのはそういうものなのかなってだけで。そういうものって？だから、つまり本当はすごいのに、すごそうには見えないものっていうか。よくわかんない。そう？でもこれ以上詳しく言うのは、トトリちゃんや先生のこと
あんまり悪く言いたくないし。うん、じゃあいい。なんとなく分かったから。でもなんだかすごい昔のことみたいな気がするわね。まだ1年くらいしか経ってないのに。うん、先生元気なのかな。またどこかで倒れてないといいけど。